チャールズワークマンチャールズワークマンは、マーダー・インクの殺し屋、ダッチ・シュレッツの暗殺犯の一人に数えられた。あだ名は、バグ、ロワー・ーイースト・サイド生まれ、18歳、19歳で窃盗、傷害で、相次いで逮捕された。フリーの雇われよう辛抱をしていたが、1926年、ルイス・レプケ・バカルターの目に留まり、ガーメント地区の組合のストヤブリ要員に雇われた。 レプケの信頼を得て、1930年代に、マーダー・インクの雇われ殺し屋になり、週125ドルの報給を得る一方で、暗殺した人間の財布を盗んで、小金を稼いでいたと言われる。1932年武器の不法所持で逮捕された。ダッチシュルツ暗殺の実行犯に選ばれ、1935年10月23日、メンディ・ワイスと共に、ニューアークのレストラン、パレス。 ショップハウスで、シュルツを襲撃した。襲撃後ワイスが、待たせていた車で先に逃げてしまったため、レストランの裏に抜け出して、鉄道線路に沿って歩いて、ニューヨークに戻った。後年逮捕された二人は、シュルツの件に口を閉ざしたが、同僚アルバート・タネンバウムが二人のシュルツ殺害や、その後の二人の仲間割れを暴露した。マーダー・インク担当検事法によれば、 ワイスは先に車で逃げてしまったことをワークマンに責められ逃げ遅れたのはワークマンのいつもの癖のせいだと反論して喧嘩になったという。ワークマンの癖とは暗殺した人物から金品を強奪することでトイレで倒れたシュルツの身を物色して逃げ遅れたとワイスは思っていた。殺した人数は十六人はくだらないと言われる。百三十九年美罪で逮捕された後、 1941年6月、手術暗殺関与で裁判にかけられた。当局に願えたエブレルズによるワークマンの暗殺関与の証言は多年バウムの証言で裏付けられたが、死刑は免れ、終身刑の判決が悪だった。宣告を受けて退廷する際、傍聴席にいた弟に真面目に仕事して暮らせ、 どうしようもなくなったら国が助けてくれるマフィアの仲間になるなと告げた。1941年トレントンのニュージャージー州立刑務所に収監された。模範囚人として1964年特赦で釈放され23年ぶりに妻や弟と再会した後がアーメント地区の医療セールスマンになった。出所時に今になって理解できることがある。 あの時はわからなかったとコメントした。暗殺後の深夜から翌日明け方にワークマンと一緒にいたという女性が、ワークマンがメンディワイスに置き去りにされ、そのことにひどく怒っていたと裁判で証言した。1941年6月11日、終身刑判決。ありがとうございます。